どうもこんばんは、メガトンと申します。さて本日もホライゾーンのゼロドーンの、ホライゾーンのゼロドーンってなんだ、ホライゾーンゼロドーンの続きをプレイします。ちょっとですね、思い出したんですけど、あのマップに出てるこの鉄の花とか、この辺のなんか地図にこのマークをつけてくれるアイテムを商人から買った時に、なんか1個だけ素材が足りなくて買えなかったやつが、あれどこだっけ、こいつか、買えなかった地図があるんですよね。それをちょっと買ってみよう。こんにちは、取引する。なんだっけな、特殊アイテム、これがバヌークの像。ほう、じゃあこれ買ってみましょう。はい、なんか他にもいろいろ、あ、報酬、あ、ゼロだ。博打久々に買ってみようかな。なんかね、いろいろ買ってないよね。爆裂の矢のパック、まあこれは作ればいいや。罠と薬、ね、こういうなんか属性に対して耐性をつけるアイテムとかもあるのね。だからベローバックと戦った時にこれ使えばよかったんだろうな、きっとな。今さら。資源、お、なにこれ、お、ゴールドトラベルパック、あ、ファーストトラベル、これ無限に使えるんじゃないの。うわ、欲しい。うわ、でも狐の皮が足んない。よし、狐をデストロイするぞ。あ、そう、こんなのあるんだ。じゃあこれ全部いらなくなるんだね、このノーマルのファーストトラベルパック、素晴らしい。ワイヤーね、ワイヤーちょっと買っとくか。53個あるからいいか。じゃあ今ちょっと買ったんで、バヌークの像ってなんだ、バヌーク、あ、これか。何これ、こう、え、像、像、ちっちゃいのかでかいのかわかんねえな。これがまた各地にあるわけね。近場から行ってみるか。バヌークの像、バヌー、なんだこれは、汚れか。これもなんかもう行けそうだね。とりあえずバヌークの像行ってみたいね。どれだっけ今の、これか。じゃあここ行ってみましょう。ここ行くんで、ここにトラベル、よっしゃ。マップでここに、うん、ここがチェックしてあります。行くぞ。なんです、ゾウ、ゾウ、あれ、なに、あ、あの時張った罠がまんま残ってる、これ。あ、そう、そうなんだ。バレた、なにこの音。まあいいや、ほっとこう。この上だな、キツネ、こいつはウサギか。ほい、キツネが欲しい、キツネが欲しい。よし、じゃあこっち、ゾウでしょ。おや、なんかロープが、あ、なんか壁画みたいのがあるぞ。こっち、おや、なんだ、登れるのか、辛そう、無理っぽい。どっからがいいんだこれ。おや、イノシスか今のは。イノシス、シスって何だ、シスって。シスはあれだよ、ダスベイダーだよ。あ、おや、もっと上、あれを渡ってく感じか。お、あれ、これって団長と合流したとこじゃない。あ、違うか。おや、あれか、そんな大きくねえな。ほっ、声のラーロイはサーカス団にも入れるね、これきっと。おや、ん、これだよな。なんだ、バヌークの像、名を与えるを披露。え、どこじゃねこれ。バヌークの彫刻みたいだな。不可思議な日本語が。これ6個あると。ほう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 。なるほどね。
へえ。わかりました。じゃあ次のやつになんか行くか。これまたちょっと無駄だけど、ちょっと飛び降りるだけ楽しみたい。ほい。楽しい。ほい。さあ飛ぶか。あー景色が良さそうだね。ここは何？これ何の村？ルババード。不思議な名前だ。集落。おや、なんかクエストあるみたいだぞ。降りるか。痛いのか。はい。こんにちは。敏速な矢と鋭い刃を。ジーラ。おしゃれさん、私はジーラ。この酒場を切り盛りしてる。その一言目はどうかと思うな。どうした、悩み事か。カージャが砦を開いた時、旦那が私を探してるって噂を聞いた。でも噂だけで本人はいやしない。夫がいるのか。ケンデルと腕相撲で勝った相手さ。でもクレームを去る時捨ててきた。岸壁の城の橋で鉄商人が彼を見たって。あんたは風に乗ってどこでも旅するんだろ。そっちに行ったら探してみるよ。でも彼には知られてもいいのか。何も答えがないまま朝目を覚ますのは嫌だろ。でも仕入れのため砦に向かわなきゃね。あんたも気をつけて。ほう、夫婦関係。これじゃあやってみようか。あ、商人がいる。頼むよ。シャドはないけど命がかかる。何？ルバワードね。はい。俺の命も。武器。うん、特にないかな。あ、そういえば洋服って買っ、そう、防具、そういえば全然買ってないね。実は買った方がいいのでは。いや、それは買った方がいいんだろうけど、でもなんか今のやつが一番アーロイっぽいんだよね、この服がね。どうしようもなくなったら買おうか。どうでもいい。どうぞね。カージャが怠けているなんて言わせないぞ。俺たちはいつも本気。太陽が証人だ。まとまって話せ。それじゃあな。こいつがルババート。ルババート。お友達が危ないのか。使用人だ。友達じゃない。対象が機械のいる道使ってバヌークとの商売に向かったんだ。破裂の矢をちゃんと持ってくよう言ったんだが、あいつら忘れていきやがった。ほう。機械のスワーム、なんでその名前が出てきた、いきなり。道中にはどんな機械の群れがいるんだ。スクラッパーとかロングレッグだよ。ロングレッグ？だがもっとひどいのがいるって話だ。家の周り何してるの、この人。破裂の矢がなきゃひとたまりもないだろう。よし。どうして必要な矢を置いていったんだ。さあな。隊長のマルザービとは間違いを起こすようなやつじゃない。箱を持って追いつこうとしたんだが、だが荒野に出て後を追うのは自殺行為だ。よし、行くよ。対象を見つけたらできるだけのことはする。まあこの声だめにいる役立たずよりは頼りになりそうだな。ひどい言いようだな。対象のために準備しておいた矢だ。必要になる。太陽神のご加護。森は機械の魂から僕たちの贈り物だ。助けに行こうか。こっちの方がなんか急ぎっぽいよね。備えなくば憂いあり。あれ、そんなことわざだったっけ。これ備えあれば憂いなしじゃないの。あ、だから逆になってんのか。よし、行こう。これね。ほう、わかりました。行きます。矢を届けると。はい。僕たちの技術へのご褒美だね。温かくしろよ。カリウドの集会場っていうんだ、ここ。グレイザー。じゃあ素材ゲットしようかな。ほい。覚悟はできてる。えい。すご、あ、はい。おい。
ゲットゲット。いいねいいね。ジャンプスロー、むずいねこれ。ダメだね。ダッシュ中のしゃがむやつはまあなんとかなるだろうけど、これはジャンプでスローされてもな、むずいよねこれ。よし、戻っていった。これか。よし。イノシシの声が。あ、いる。はい。はい。はい。よっしゃ。お、なんかヤドカリがいる。ヤドカリちょっと倒してみる？ホルダー、背中のやつね。と、なんかこれ弱点を順番に見る方法ないのかね。ライトニングガン、あ、これを破砕を当てればいいんだな。ここだな。ほい。お、ちょ、なになに、どこ、あ、いて、山賊やろ。お前何すんだ。おい、大丈夫か、やめろ。おい、ほら、あれ、なんか来ちゃったよ。いや、お前は相手にする暇はない。ヤドカリ来た。あ、でもなんか背中のやつがなくなってる。ヤドカリはどこ行った。来た。どこ当てるんだ俺。サイドステップした。これ、お、あ、でももうないね、レールガンみたいな。これあとは普通に叩けばいいじゃん。ほいほい。おお、なんおお、びっくりした。近接やばそう。弱点は発電装置。おぶね、発電装置、あれか。はい、どうした。わあ、びっくりした。あれ、つか助けてやつどこ行った。やられちゃった。あれ、いねえよな。あれ逃げられた。あ、これ落とすんだ、こんなの。ヤドカリさん、資源箱、すげえ。あ、輝く網目ってどっかで見たな。なんだっけ、あのシャドウ超級の素材だった気がするぞ。つかマジ助けたやつどこ行った今。あれー、やられちゃった。あ、こいつか、やられちゃったのか。あー、残念でしたな。すまんの。今野良の義勇兵って書いてあったからね。行くか。とりあえずあのヤドカリはなんとか倒せるということが分かった。っていうか、なんかあの背中のボックスが美味しいから、なんか優先的に倒した方がいいのかもしれないね、あれは。この辺結構まだあるね。まあ、行くか。ここはなんだ、誰も見張りとかいないのか。太陽の砦、狩人の集会場。ほう、まあ、さっきのとこだね。で、こっちですか。豚の鳴き声が、鳥がいる。ほい、なんだ、ウォッチャー、ウォッチャーがいる。あれ、マガツキ、あ、違うか。溶けた雪でびしょ濡れだ。ほい。ほい。あ、うし。これじゃない。こっち。ほい。
ウサギなかった。ほい。ダメか。お、これはなんだ。ウォッチャー、貴重な資源を見つけました。ウサギはどこ行った。いた。ちょっと多いな。てかウサギじゃなくてキツネがね、あの 無限トラベルパックが欲しい。よっしゃ、行くぞ。お、なんだ、またこいつらか。撃つよ。じゃあ、ほっ、私を探してるんだ。ほっ、と、うん、弱点の重要性がよくわかった。本当に即倒せるじゃないか。で、もうちょっとかな。そのなんだっけ、正体、対象、どっかに、おお、焚き火があって、もうちょい先、あ、もうちょい先だね。はい、降りれば早い。またいるぞ。あ、キツネ。この辺に食べ。ダメか。バレた？バレたな。先倒すか。おい。今のは脅しじゃない。おい。おい。で、キツネ。来た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 。キツネ。うわ、あ、やべ、あぶねー。スクラッパーが、おっちゃ、確かこの背中だよね、こいつは。やろ、あぶ、ちょっと慣れてきた？あ、強化矢打ってた俺、もしかして。なんか強えなと思ったら。ははーん。まあいいか。しょうがない。よしよし。あれ、またいるぞ。ケツだっけ？あれだよね。おお。なんかいろいろと、なんか、V 狙うといろいろ起こるね。取れたり、動きが止まったり、アイテム落としたり。狙うのは重要なんだな。よし、取った。お、なんだ、取れないやつ。破砕コイルいっか。これはいっぱい持ってそうだ。シャード、はい、で、当初の目的はキツネだったんだよね。キツネどこ行った。キツネいねえわ。おっちゃ、しょうがない、行こう。さあ、対象はどこだ。お、また。踏んでいたものを捨てなきゃいけなかった。これか。お、特に足跡はないね。あれか。なんかでもウォッチャーの死体がいっぱい。彼らはこのウォッチャーを殺したのが、まだ無事だといいんだけど。また荷物が。お、いた。おい、あんた、
助けに来たのか。来たよ。このままじゃ俺たちやられちまう。どうしたのよ。ルババードに頼まれた。ああ、なるほど。それでルババードはヤガラの木の箱を持たせた理由は言ってたか。まともな矢の代わりにな。ウォッチャーとスクラッパーの群れに3度も襲われた。たく最悪だ。その矢がなけりゃ死んだも同然さ。持ってきたよ。なぜヤガラの矢が入っていた。ルババードはヤガラの木のことは何も、お前が矢を置いていったと言ってた。あの老いぼれは目がおかしいんだろうさ。俺は全ての荷物を2回チェックしたんだぞ。矢の印はついてたが、開けてみたらヤガラの木の矢の軸しか入ってなかった。陰謀を感じる。はい。ルババードはお前を心配して私をよこしたんだ。あいつが恐れてるのは投資がパーになることだよ。利益第一のやつだからな。まあ物言いひどかったもんね。ルババード言いにくい名前だしな。はい。矢は私が持ってきた。全員分ある。あー太陽よ、もしかしたら生き残れるかもな。まずい、ロングレッグが来るぞ。初めて聞く名前です。え、なに、ウォッチャーの強化、ホロホロ帳みたいな。武器を取れ。かっけえ。ここにいるのがバレた。うわ、破砕が効くってことでしょ。はい。ロングレッグどこ。おいっ、なんで俺来んの。あ、どん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 、あぶね。装甲を剥がすのだ。なんかやば、衝撃波が、あぶね。なんか相変わらず先読みしてくんだよね、こいつら。そう、だから弱点を胴体に雷、これあとは、あ、来た、来た、来た。待て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 、わかったわかった。あの背中にまず破砕を当てればいいんだな。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。ほっ、これか。アップです。あの胸のやつは。あ、うわ、これ避けらんなくね。いや、切れた。なんか叫び声がすごい聞こえる。そこ、あ、外した。正面に立った。これで切るわけだな。うるさい。そこ、あ、取れた。なんかすごい骨っぽくなってきた。危ない。しょうがないな、こいつら倒すか。ちゃうちゃうちゃう。ちょいか。どこその青いのが怪しいよね。よいしょ。青いやつ、うりゃ、あぶねえ。ほい、炎か。ちょっとフォーカスを見てる時間が。ほい、お、おー、来た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 。おー、出した出した。あとはまだまだ来るぞ。まだまだ来るの。あ、スクラッパー。はい。なぜ俺を狙ってくる。はい、これで、あ、待ってー、やめて、やべ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 。そっち、はい。これで倒れるとクリティカルがね、
クリティカル。うい。ほい。うわ、出した。ここで、あ、やべ。危ねえ。ちょっと、なんかね、先読みしてくんだよね、本当に、どいつもこいつも。よし。とどめだ。うえ、もういいだろう。あ、だってまだいんの。ほい、外した。ちょい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 、こっちこっちこっち。はい、おぉ、来た、来た、来た、あ、だ、なんだ、避けられないぞ、あれ。いや、お前何してる。ああ、さあ、どうなんこれ。かなりやばいんだけど。マルザービド。大丈夫ですか？おい、あんた腕がいいんだな。ルババードがあんたみたいな人間に金を払うとは意外だ。もらってないよ。金はもらってないんだ。すべてただ。カージャの商人を信じちゃダメだ。まずい。ソングコアがない。何？何？そんなバカな。そうか。ディリードが盗んだんだ。一度目の襲撃で一人が逃げてった。ディリードだ。腰抜けではあったが、盗っ人だったとはな。なんだと？どこへは行ってないだろう。ああ、だがこれじゃ奴を追えない。なら私が行く。でも今度はシャードをもらう。飲み込みが早いな。よし、ソングコアを取り戻したら取引してやる。ソングコア、なんだ、歌うコアって。